さちんでーす。はい、今回はですね、アイブロウメイクについて詳しくやっていきたいなと思います。結構ね、インスタとかでもザーチンのアイブロウメイクの仕方を知りたいっていうコメントが結構来るんだよね。なので今回ちょっとアイブロウメイクについて詳しくやっていこうかなと思ってます。ただまあ詳しくやっていくだけじゃなくて、せっかくだからどんな眉毛が似合うとか、そういうのを教えていけたらいいなと思ってます。ではまず今回使うコースのラインナップはこちらです。はい、これはね、ほんとね、私がね、めちゃくちゃ愛用してるアイブロウメイクグッズです。グッズ、コスメです。これほんとにバリね、おすすめ。すごく使いやすいです。では、せっかくだから、こう一つずつ紹介していきますね。では、まず、アイブロウペンシル編ですね。私のおすすめな。これ多分、ベスコスでも紹介したよね。ましたね、セザンヌの超細しアイブロウ。これすごく細くて、すごく描きやすいです。針のように細いでしょ。すごい芯がもう見えないよね、もはや。こんな感じ、すごい細い。筆圧によってはすごくもっと細く描けるし、これはもうね、鉛筆と変わんないから、すごい加減が効きやすくて、こう一本一本毛を描くときによく使ってます。そして次、キャンメイク。これね、このキャンメイクね、他にもいろんな色のシリーズがあるんだけど、他の色のシリーズも好きです。ちょっと今なくなっちゃってすごいズボラ感出してる。はい、なくなっちゃって、今度調達しに来ます。でもこの色もね、すごくおすすめ。ちょっとオレンジっぽい感じ、キャンジオレンジブラウンっぽい感じのアイブロウになります。すごくね、使いやすいでしょ。でこれもね、細芯タイプだから、すごくね、描きやすくておすすめ。やっぱね、アイブロウペンシルはね、平らなやつとかもあんね、こう四角い感じの芯が、あれもいいんだけど、やっぱ太く描きすぎちゃう、太くなっちゃうので、結局やっぱ細い方がすごく描きやすいです、アイブロウペンシルは。はい、次はアイブロウマスカラ編。これはもうゴリ押しカラーです。全体的にオレンジ系になりますって言ってもこの2色なんだけど、やっぱね、日本人なのかな、日本人の髪の毛ってもともとベースがすごい赤みが強いから、こう髪色染めてもちょっと赤みブラウンがね、やっぱ多いので、この色がすごく合いやすいのよ、本当に。だからこれ比較的に誰にでも合うカラーになってます。でせっかくなんでちょっと一個ずつ色を見ていきましょう。これはハイトーンの時に使ってる眉マスカラ、実際に塗っていきます。なんだろう、ベージュっぽい感じなのかな、ベージュっぽい。だハイトーンカラーの髪色の人にはすごくおすすめな色。一度塗りだけでも明るくなるし、より明るくしたい時は二度塗りしてます。はい、次はこの2色、まあ同じオレンジ系なので比較して見てみたいと思います。こちらキャンメイクの方のアイブロウマスカラ、これもベスコスで紹介してたよね多分。こっちの方はこういう感じ、さっき紹介したアイブロウペンシルにちょっと似てるね、こんな感じのオレンジブラウンだね。どんなアイメイクにも比較的合います、このアイブロウマスカラは。でこちらケイトさんですね、ケイトの眉マスカラ。これはね、もっと赤みのあるオレンジかな、でちょっとラメが入ってて、わかるかな、ツヤっとした感じ。こうやって比較すると、こっちの方が明るいね、キャンメイクの眉マスカラの方。で、こっちはもうちょい赤みが強い。髪色が、こっちの方がちょっと明るい時はね、こっちはもうちょい暗い時とか、少し赤みのある髪の毛の時に使います。このアイブロウマスカラは、本当に黒髪の方にもすごくおすすめです。ぜひ試してください。次はこちら、実は眉マスカラではあるんだけど、色を染める眉マスカラではないマスカラです。こちらマリリンちゃんのブランド、ニュアビューティーのクリアブラウンっていうアイブロウマスカラになります。で何を色じゃないかっていうと、繊維が入ってるんですよね、チュロンってしてるんだけど、これ繊維が入ってるアイブロウマスカラで、何にいいかっていうと、最近の流行りの眉毛って眉頭とかが毛並みがすごくしっかりしてる、こう毛並みを表現するあのアイブロウメイクが流行ってるのね。でその時にこれを使うとすごくそれを表現できるの、簡単に。さっき言ったこのアイブロウペンシルで毛並みをこうやって描くのもありなんだけど、やっぱその毛本来で作り上げたい時にこれをやると、すごく毛並みが綺麗にふわってなる。例えば長谷川純さんみたいな眉毛、かっこいい眉毛って感じ。とかギャルとかがさ、そういうサーフ系ギャルとかがさ、結構眉毛しっかりしてるじゃない、色焼けてて眉毛しっかりしてるみたいな、リリシー系、そうリリシー、そうそうそう、リリシー系の眉毛とか、ちょっと大人っぽいかっこいい外人っぽい感じにしたい時とかにはすごくおすすめな眉毛です。あ、眉毛じゃない眉マスカラです。これですごくおすすめ。
次はこちら、これは万能なんです。私は大好き。よく出てきますよね。そうだって、すごくない？この色完璧だと思わない？これの何がおすすめかっていうと、どんな髪色に描いてもこれ一つあればどの時の髪色にも対応できるアイブロウパウダーになってます。まあ、アイブロウパウダーではないんだけどね、実際名前は多分アイシャドウとして使ってんのかな、シェーディングだ。まあでもね、シェーディングも結局マット質だから基本一緒なんだけど、だからシェーディングとしても使える、まあノーズシャドウとかねとしても使えるし、アイブロウパウダーとしても使える、すごい万能なカラーです。でこれベージュに見えるけど、実際に塗ってみたらちょっとほんのりブラウンがかるよね。見たよねこの間ね。そうですね。そうちょっとね、実際に描いてもね伝わんないから口頭で申し訳ないんだけど、あこんな感じ、ブラウンがかるの、意外とブラウンでしょ。でこの色もちょっと濃いめになる、こんな感じです。でこの色一枚使ってますね。これはもうねシェーディングとしても使えるから使ってます。あとちょっとアッシュっぽいクリーミーコーヒーカラーだね。でこれなんですけど、これも結構ご了承してんのよ。結構モノマネメイクでも眉毛が自然な方もいるのね。ブラウン系の使わずに眉毛が自然な方もいるんだよね。例えば石原さとみちゃんとか、暗い髪色のイメージがあるじゃないですか。結構やっぱ女優さんなので、ただただグレー系とかブラック系のアイブロウペンシル描いちゃうとすごく不自然になっちゃうのよ。なのでこのオレンジブラウンを実は足すとすっごい自然な眉毛になるんですよ。これを足してあげるともうあたかも地眉毛ですみたいな透け感が出る色になります。例えば石原さとみちゃんとか広瀬すずちゃんとか永野芽郁ちゃん、やっぱその黒髪とかも、要は髪の毛暗い人にすごく使ってます。こんな感じで私のゴリ押しアイブロウコスメでした。では早速メイクに入っていきたいと思います。はい、では早速このアイブロウペンシルを使ってベースを下書きしていきます。結構ねアイブロウメイクの基礎っていうのがあるんだけど、眉頭が目頭からスタートとこの小鼻のところからスタートっていう教え方が2通りあるんだよね。あのプロのメイクさんが教えるやり方で、この時皆さん注意してほしいのは、遠心顔の方は目頭からスタートする眉頭は描かないでください。なんでかっていうと、もともと目元がこう離れているのにアイブロウも離してしまうと、それに合わせて離してしまうと、ここの鼻筋がちょっとのべっとした感じになっちゃうのね。で急進顔の人は目が寄って見えちゃうので、よりこうすごくきつく見られたりとかしちゃうので、なるべく離したいっていうことなので、そういう時は眉頭を目頭スタートのラインから始まっちゃって大丈夫です。あのね、この間ツイッターでバズってたんだよね。こういう眉毛になるとすごくなんか黄金比率じゃないけど、すごい綺麗な眉毛になりますみたいな。でもそれってやっぱ人それぞれだから、似合う似合わないが。なので遠心顔の方は小鼻のラインから、急進顔の人は目頭のところから始まるアイブロウメイクをしてください。であと眉尻もね実は違うのよ。小鼻から始まるこのここまでの長さと、この口角から始まるこの長さっていうのがあるんだけど、方法ちょっと大してそんな変わらないんだけどね。ここら辺はもう好みで大丈夫だと思います。大人っぽく見せたい方は長めに引く、幼く見せたい人は短めに引くっていう感じです。で私の場合はあのね、面長なのでなるべく長めには引いてないかな。ただちょっと今日は大人っぽくしたい時は長めに引く。で形はね、絶対に山のある眉毛にはしないです。面長の方は山のある眉毛にしてしまうと余計ここの余白がすごく長く見えちゃうので、なるべく山は作らない方がいいです。で丸顔の人は山があっても問題ないです。私はこのアイブロウペンシルで描くときに、基本この眉頭からだいたい5ミリぐらいから離してスタートさせます。なんでかっていうと、やっぱ眉頭はグラデーションをこう簡単に作りたいので、基本スタートここら辺から下のベースを描いていきます。で最近思うんだけど、その眉毛の左右差をすごい結構気になる方多いと思うんだよね。で眉毛の左右差気になる方は、あのおすすめなやり方はこうやって描いた後にこのペンシルをこう合わせてやると、だいたいどれぐらいなんか高さが合ってないとかわかると思うんだよね。大幅多分そんなに間違えることはないと思うので、このやり方いいと思うんだけど、さっき言ったように、ね、最近のすごいいいなって思ったのは、ちょっと多少左右差があっても逆にいいんじゃないかなとは思うんだよね。やっぱ人みんなそれぞれ目が全く同じじゃないと思うよ、目の形が。だからそれによってやっぱ眉毛の形をあえて変えるっていうのもいいのかなと思うね。こんな感じでベース、下のベースを描きました。そしたら次は上のベースを描きます。こうね、下書きを、下はちょっと線状に描いたけど、こうやってピッてね、上はねこうやってちょっと毛を描くような感じでポンポンポンって描いていきます。
でこんな感じでかけたら次はぼかしていきます。こういうブラシを使ってぼかしていきます。でちなみにアイブロウペンシルじゃなくても大丈夫、こういった先ほど紹介したアイブロウパウダー、まあ、シェーディングパウダーでも全然大丈夫です。でこれも眉尻からぼかしていく。眉頭はまだ取っておきます。色がだいたい均一になってきたら、この筆にさっき描いたアイブロウペンシルが付着してるので、そのままこうやって眉頭もぼかしていきます。そうするとね、なんかねパキッとした眉毛にならない、すごい自然でしょ。ほら簡単にグラデーションができた。だから、ね、この5ミリ残すがすごい大事だね。眉毛メイクが苦手な方はこのやり方ねマジでおすすめだよね、本当に。はい、こんな感じです。そして次は眉マスカラをします。で私今髪色がすごく金髪だから、ね、明るめのこういう眉マスカラを塗っていきます。これも逆毛を立てるじゃないな、逆流、言いたいことは分かります、言いたいことは分かる、はい、そうそう逆流させるよね、逆流させたら次戻すみたいな。で眉マスカラしたらちょっと乾かします。これはね今教えてるアイブロウメイク一番簡単だと思う、簡単な綺麗に眉毛が立てる方法。はい、次はコンシーラー。コンシーラーで私がよくやるやつよね、形を整えていきます。今パッと見たらここすごい直線的でしょ、こっちの方がなんかちょっとなだらかなカーブが入ってる、なので少しこっち寄りにしていきます。あ、それはね多分切るんだな。今日は大人っぽく見せたい時はこのカーブ入る、幼く見せる時はやっぱ平行気味にするみたいな、まあ、今回はちょっとこのカーブに合わせていきます。でもねこのカーブの縁をね綺麗にしたから、こうやってね平筆でコンシーラー綺麗にしていきます。すごいなんか立体的になったりして、ここにコンシーラー入ると、ね、白くなっちゃうのでこうやって指か綿棒で動かしてください。これね、あえて明るい方がいいです。こういうちょっともう分かりやすいぐらい。ちょっとコンシーラー塗りましたみたいな。あえてこれぐらい明るい方がハイライト代わりになるんだよね。でまぶたがすごい綺麗に見える。ちょっとね、海外のアイブロウメイクに近い。で、アイブロウメイクなんだけど、結構さ、若い子ってすごい垂れ眉に憧れてるじゃない。結構アイドルの子ってさ、こう前髪があって、眉毛がこうスッとしてる感じじゃない。ああそうですね、そうそうそう、やっぱそっちの方が可愛く見えるっていうか可愛い系になるんだよね。そこで注意してほしいのが、結構ね間違える人がいるんだよね。やりすぎちゃってもはやちょっと前髪上げれないですみたいな、恥ずかしい眉毛みたいになっちゃう人が多分いると思うんだよね。いますよねなのでなるべくねこの垂れ眉にしたくて上のこの眉山の部分思いっきり沿って下げようとしちゃうと、逆に男側になったりするのよ、眉毛がチラッとこう消えた時に。確かにこう前髪があったらあまり目立たないし、むしろちょっと幼っぽく見えるかもしれないけど、人によったら男側が増しちゃって余計老け顔になったりする人もいるの。それ私なんだけど、それ私なんだけど、そうだから人の骨格によってその眉毛が似合わないとかってあるから、それをすれば自分可愛くなれるんだとかっていうのを認識しない方がいいのかもしれないっていう、まあ、アドバイスなんだよねこれは。で私も本当そのやっぱ幼く見せたいじゃん、やっぱ自分男顔だし面長だから少しでも動画に寄せたくてやってみたことがあったけど、やっぱ逆にね自分の魅力っていうかその良さを半減させちゃう眉毛もあるから、眉毛はねぜひともねいろいろの形で挑戦してほしいなっていうのは、垂れ目になれば可愛くなれるんだよとかじゃないんだよね、実はあるんです、やり方が見つけちゃったんすよね。この後教えます。もっとちょっとふわっとさせたいんだけど、人間ってさここ眉頭のこの部分がちょっと毛の量が多めなのね、なのでもう一度塗るんだった眉マスカラをここら辺ちょっとまだね明るくなりきれてない毛とかがいるわけよ、やっぱ量が多いから。これもちょっと気持ちの問題なんだけどね、これするかしないかはちょっと自分の好みで、こんな感じ。お、なんかちょっと若干変わったんじゃない、なんか柔らかくなりました、ね、そう柔らかくなったでしょ、そうそうドヤ顔いや本当に面長の人はなるべく色は暗くならない方がいいです、アイブロウメイクは。でも明るすぎちゃうと、例えば自分の髪の毛より明るすぎちゃうと浮いちゃうので、まあ、そこはちょっと要自分の髪の毛と相談しながら明るくしてって、こんな感じでうちのアイブロウメイクは終わりです。では先ほど言った前髪がある人、なるべく垢抜けたい、幼く垢抜けたい、そんな方にはですねおすすめなアイブロウメイクはなんと眉マスカラだけを塗ってください。
意外ですね。そう、まあ、もちろん眉毛は整えるよ。ある程度自分でこうね剃ったりして形は整います。でまあ人はそれぞれなんだけど、その毛量だったりとかその切り方で変わってくるんだけど、まあ、私って結構自分の毛は人並みぐらいなのかな、人並みよりちょっと薄いかな、人並みよりもちょっと薄いぐらいなんだけど、それでもアイブロウペンシルとかパウダーで描いちゃうとすごく古臭くなっちゃうのね。なのであのアイブロウペンシルはあえて描かずに、ただただ眉マスカラでトーンアップすると、前髪ってこう重なるとさ、毛に対して濃くなって見えるの余計わかる、二重しちゃうから、こうやって。確かに。そうだからこう眉毛が薄ければ重なった時にいい塩梅で濃くなるから、すごい柔らかい印象になるわけ。だからなんか私眉毛描くと余計顔がきつく見えるとか、そういう人はあえてアイブロウペンシルとかそれパウダーもあえて描かずに、ただ綺麗に整えた上で眉マスカラで明るくする、それだけの方が逆に柔らかく見えたり幼く見えたりすることがあるので、ぜひちょっと普段のアイブロウメイク納得しない方は一回ちょっとそのパターンもやってみてください。はい、以上でアイブロウメイク編でした。少しでも参考になったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではお兄さん、またねー。